こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいていますレンズは、ライカじゃない別のレンズになるんですね。こちらがですね、イギリスのオールドレンズ、テーラー・ホブソンの、クックスピードパンクロというレンズになっておりますね。これがスティールカメラ用のレンズでは実はなくてですね、35mm の、ムービー用、映画用のレンズになってるんですね。はい。映画用のフィルムというとですね、8mm、16mm、35mm があるんですけれども、こちらのレンズは 35mm 用のレンズになっておりますので、通常のですね、35mm フィルム用のレンズと同じように扱っていただいて大丈夫なんですね。マウントがちょっと改造されておりまして、今回は、ソニーの E マウントに改造されているんですね。まあ、改造といってもですね、はい、この後ろの方がポコって取れちゃう感じで、これが、この部分がですね、ソニーの E マウントなんですね。この後ろのところも改造が施されていて、はい。まあ、もうすでに元に戻らない感じにはなってるんですけれども、まあ、改造ですんでね。はい。本当は僕もですね、ライカ M マウント、改造か、マウントアダプターが欲しかったんですけれども、現在ライカ M マウントへのマウントアダプターがですね、ほぼ手に入らなくなっちゃってるんで、こちらのですね、Eマウント改造を手に入れた次第なんですね。はい、こんな感じでこうですね。はい、ソニーのアルファ7などに装着していただくことができますね。はい。35mm 用の、35mm ムービーカメラ用のレンズですんで、こちらのアルファ7のようなフルサイズのですね、フルサイズセンサーのレン、カメラにもそのままご使用いただけるレンズになっているんですね。ですんで、このオールドレンズの持つポテンシャルをですね、フルに、発揮できるということになるんですね。ただですね、まあ、35mm ムービーカメラっていうのは、これ 35mm フィルムですけれども、まあ、35mm フィルムは、スチールカメラはこう、横にフィルムを使うわけなんですけども、映画用のフィルムって縦に回して使うんですよね。だから、実際はちょっとだけ、この横向きの四角よりも、ちょっと小さくなるんですね。ですんで、ほんのちょっとだけ、四隅が蹴られますけれども、それがまたですね、オールドレンズらしい映りになっていて、非常に味がありますので、ぜひですね、お試しいただきたいと思いますね。はい。こちらのレンズですけれども、このクックスピードパンクロですけれども、オールドレンズ写真家のですね、上野博道さんに教えてもらったんですけれども、こちらですね、女性を、女の子とかを撮ると非常に雰囲気のあるですね、素晴らしいですね、若干こう美しく滲んだ写真が撮れますのでですね、ポートレストとかをですね、よくお使いになる場合にはすごくおすすめのレンズとなっておりますので、ぜひですね、お早めにチェックしてみてください。よっと、ではですね、状態をチェックしていこうと思います。ご覧いただいてます通りですね、このクックスピードパンクロ自体がですね、1930年代からですね、作られているレンズになっておりまして、はい、このレンズもですね、だいぶ年代物と言っていいレンズですね。はい。ご覧のようにですね、バレルもちょっとペイントロスがあったりして、古びてはいるんですけれども、落下したりとかですね、大きな当たりへこみなどはない状態ですね。ご覧いただいている通りですね。はい。フロントにも落下して当たったりぶつけたりしたような跡はありませんね。はい。レンズもすごく綺麗です。コーティングがかかっていますね。ご覧の通り、前玉、この後ろの後玉ともに擦れ傷、皮下傷とか、コーティングの剥離、摩耗などは見られない状態ですね。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れなどは見られない状態となっております。ビデオだとちょっと見にくいんですけども、こう、目視で見たりとかですね、こうライトに透かしてみると、ややですね、ちらほらと
ゴミみたいなのが見えるんですけど、これゴミじゃなくて気泡なんですね。この時代の製造法だとどうしても入ってしまうこのレンズ、ガラスのですね、気泡が見えますけれども、こちらもちろんですね、撮影して画質に影響のある箇所ではありませんので、安心して撮影していただければと思いますね。普通に撮影をして画質に影響のあるような箇所は全くないと思っていただいて大丈夫です。でもって、これが絞りですね。絞りのですね、このリング、これなんですけども、絞りの動き軽快ですごく滑らかですね。羽の痛みとか、こう油の乗りも見られない感じで、非常にいい感じになっております。まあ改造時にですね、綺麗に清掃したりとかですね、したものと思われますね。はい。でピントなんですけども、このリングじゃなくて、このリングがぐるぐる回っちゃうんですけども、はい、このリングを回さないでいただいて、はい、使う時には、まあ、これでちょっと試してみますけども、はい、ピントリング、はい、この先端の部分を、これが絞りですけども、この部分ですね、これを回してください、はい、この部分をですね、このレンズ本体をぐるぐる回す感じで、こう若干こう前に出ているのがお分かりいただけると思いますけども、レンズ前後してますね。こんな感じでお使いいただければと思いますね。一番奥に引っ込んだ状態で、これが無限遠の状態です。はい。で、左に回して、こう前進させていただくことで、近接側に行きます。でもって、こう注意していただきたいんですけども、まあ、改造レンズなんでご容赦くださいね。こう、近接側に回しすぎると、ボコって、はい、ちょっとグラグラしたりとかで、落っこっちゃうんですよ、これ。これ気をつけてください。僕もですね、びっくりしたんですけども、まあですね、もっときっちりとした改造をお求めになる場合は、レンズのですね、改造をしてくださる工場というかですね、こうレンズの改造を受け負ってくださるところがあると思いますので、そちらにですね、改めてご依頼いただいてもいいかなと思うんですが、僕の使ってみた感じでは、このまま十分に撮影に耐えるような仕様となっておりますね。多分前のオーナーさんもですね、こんなんでいいかという感じでですね、お使いになっていたと思われますね。はい。あ、そうです。ブリコラージュ工房、ノクトさんっていうところで、こういうレンズの改造とかをたくさん受け負ってらっしゃいますんで、ぜひ、こう、依頼してみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、このままでも全然問題なく、僕的には撮影に耐える仕様だと思っています。はい、ということでですね、はい、伝説と言ってもいいイギリスの、はい、テイラー・ホブソン社製のクックスピードパンクロ 75mm ですね、 F 値が2になっております。非常にですね、まあ、伝説と言ってもいい素晴らしいオールドレンズとなっておりますので、ですこちらもぜひ早めにチェックしてみてください。このまま撮影にご視聴いただいてですね、僕の取捨もある通りで全く問題ない状態の個体ですけれども、念のため末永くですね、お使いいただくために全体的な分解整備、清掃調整などをご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、イギリスのテイラー・ホブソン社の、35mm ムービー用の、はい、カメラレンズクックスピードパンクロになっております。 75mm です。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。